今配信開始ボタン一こんばん応押は、めっしちゃま来してる。た。画面変わった？変わった。変わった？こんばんは。聞変わっこえた。ますか？ああ。聞こえますか？イブ多分もう聞でこーえす。てるよ。聞こえてるかな？ちょっと待ってね。あ、聞こえる、聞こえる。BGM でかけてるんですけど、BGM も聞こえますか？待ってね。うんうん。BGM はね、ちっちゃい？聞こえないかもね。BGM はね、聞こえないね。あ、ほんと？え？聞こえなくない？ BGM？ ちょっと待ってね。ちょっと上げた。え？聞 BGM。こえますって書いてある。本当？ BGM は、BGM は？聞こえないで。あ、聞こえます。だって、今ちょっと上げた。あ、聞こえた。皆さん、こんばんは。月1のビリビリ動画の配信、3月もギリギリになりましたが、やってまいりました。先月はね、お友達のそうくんがね、来てくれて、で、その、なんでそうくんが来てくれたかっていうと、1月からね、月1で配信してるんですけど、1回目は1人でやってたんですよ。そしたら、みんなが、コメントでね、あの人呼んできてほしいとかっていう声がすごく多かったので、まあ、僕の本当に数少ない、マジで数少ない友人たちをひねりにひねって、先月、2月は、そうくんが来てくれて、一緒に喋ったんですけど、なんと皆さん、画面にもう映ってるので、バレバレでしかないですが、いや、なんならさっきちょっと喋ってたし、そうなんです誰なよ。んだ？そうなんですよ。一体誰なんだ？ そう、みん一なから体の誰なん声だ？もめちゃくちゃ多かったね。今日は、マフくんが来てくれてまーす。いやーい、どうもマフです。皆さんこんばんは。こんばんどうは。もマフでみんす。な、マフマフこくんんのばんは。声、大丈夫ですか？入ってますか？聞こえてますえ、入っか？てますかね？聞こえてますかね？これいい？いい？わあ、ちょっすとごいすごい。中国語で挨拶していい？あ、いいよ。え、中国語？いい？いいよ。やっていい？中国語できるの？勉強してきたから。いくよ。大家好、我是マフマフ。刚刚ビリビリタグウェイ。変顔、間違えた。ちょっと待って。変顔新鮮道里面。変自顔？体喜欢大家南国多多观赏。え、なになになに？待って待って、すごい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 。何？なおんて？や。でも、え、すごい、一みん応などうすもごいっマて言っフマフてでる。す。本当？来てる？来てる？めっわちゃかっ言った？てる。意味わかった？意味わおっかんない。しゃ。意味今、わかんない。もうよくわかんないよ。え、なんて言ったの？どうもマフマフです。ビリビリをご覧の皆さん、はじめまして。今日はよろしくお願いします。ああ、すごい。これ僕らってか、そうくん、先月もさ、中国語一つ学んだんだけど、マジで本当に喋れなすぎて。いや、めちゃめちゃ喋れるじゃん。びっくりした、今。いや、これしか覚えてきてないよ。そうだ。めちゃめちゃ美しい、天才、かわいいってめちゃめちゃ言われてるよ。すごい。おお、すごいな。はい、というわけで今日は嬉しいね、な。やばくない？このビリビリ動画のコメントのこいや、のす感ごいじ、よね。懐かしくない？すごいよ。ちょっ懐と。かしい。ね。今日はね、ビリビリ動画のゲスト、マフマフくんが来てくれました。ありがとよろしくお願いします。う。ありがとう。実はね、僕とね、マフくんは、普段から結構仲はいいんだけど、配信とかで、一緒に二人で喋ったりするのって、なかったんですよ。これ、なかったよね。なんかさっきその話してて、や、そう。そう、いや、なんかあっ本当にたみたいさ、な感じで喋ってたけど、いや、ないな、みたいな。
ないよね。そう、一回もなくて、うん、初めてなんでしょ、だって今日。そう、初めてが初めてがビリビリ動画あのね、すごいよね、なんか日本で配信、なんかね、うん、そのそれこそ YouTube とかそういうところで配信しようって話をしてたんだけど、うん、ちょっとお互い時間とかが合わずね、うん、今日ビリビリ動画で2人でこうやって配信で喋るのが初めてです、うん、皆さん、はい、よろしくお願いします。まさかの、すごいな、ほんと、すごいよね、ちょっと僕もまさかここで初めて喋るとは、配信上で。あんまり知られてないけどさ、うん、友達になった。あれ、マフ君が消えた、やばいやばい、マフ君が消えた、もしもし、もしもし、もしもし消えた消えた、回線が回線が、あ、やばい、マヌンの灯しみが、嘘、あーやー、ま、あー、今だ、いるぞー、いるいる、あ、オッケーオッケーオッケー、帰ってきた帰ってきた、回線がね、皆さんちょっと回線がたまにこういう風になって不安定になってるので、はい、歯の白って言ってるの何なんかコメントで歯の白、歯の白なんだろう、これ翻訳でなんか変になってるのかな、なんだろう、歯磨きしたよとか、わ、ね、かんない、もう、うん、あ、今ね BGM で流れてるの RPG ですね。あ、ありがとうございます、はい、流していただいて、うん、それで僕らさ、そう、うん、友達になったのめっちゃ前じゃない、うん、めっちゃ前、もうそれで言うと4年、ね、5年、5年、6年、7年、初めて会ったのが僕覚えてるけど、いや僕覚えてる、初めて会ったの、うん、8年ぐらい前カラオケで会ったえ、カラオケ、カラオケで会った、なんかイベントで会った、スタジオじゃなくてカラオケだっけ、え、なんかイベントで、え、何のカラオケ、え、なんか大阪かなんかの、いや、僕は遊びに行ってそう、覚える、え、え、え、あのあれ、カラオケ屋さん貸し切ってやるやつ、あー、そうそう、なんかイベント、え、あそこいぶき来てたっけ忘れてるいや、僕はね、覚えてるよ、まあ、あれが最初8年前ぐらいかな、本当にそれぐらい昔でそんで、5年、本当にだから5年ぐらい前からもう本当にご飯行ったりとか遊んだりしてて、だから結構ね、まあ裏ではっていう言い方あれだけど、プライベートでは、あのみんなでね焼肉行ったりとか、あと運動したりねこんな感じだけど運動するんですよ僕たち、そうでもね、そうだから、その運動しに、みんなでね遊びに行ったりして、うん、そう、バスケしたり、うん、バドミントンしたり、したり、バレーしたり、あとさ、うちに来てさ、うん、マフマフの家に、うん、まあ、みんなで集まって、うん、あれやってね、アナログゲーム、あ、そう、アナログゲームしたりね、あとこないだはゲームしてたゲームしたね、うん、マフくんちで定期的にねゲームしたり、そう、そう、なんか仲いいグループがあるんですよ、僕と、うん、マフマフ、うん、イブくん、うん、天月くん、うんうん、アホの坂田くん、うんうん、キヨ、うん、ん、あ、やばい、声、まあ聞こえる、今聞こえた、なんかね、マフ君の声がねプツリプツリしてる、うん、なんでだろうこのあれかも、もともとプツリプツリしてる喋り方をしてるのかもしれない、いやいや多分ね、そんなことない、そんなことない、なんかねこっちのね、あ、ぐあ、まですけど、それはやってる、それは今やってるよ、聞こえる、うめえな、聞こえる、こえ、うわ、聞こえるよそう、あ、ロッキーね、すごい、なんかさBGM 今かけてんだけどさ後ろでかかってる曲みんな全部知ってる、うん、すごいよね、いや、すごいよな、そうだから、その、うん、1月にね一人で配信した時に、
そのビリビリ動画、そので、まあ、僕とかね、すごい知ってくれてる人がいて、でその時に本当にそれこそマフ君とかソウ君の名前がめっちゃ上がったの。だからみんな結構そのビリビリ動画とかって多分マフ君の声とか歌聞いてるんだよね、すごい。ありがたいことですよ本当に。海を渡り、そう、海の向こうまで届いてるんですね。はい、そうなんですよ。でなんか嬉しいね。そう、なんかね、結構ファンの人から、あのビリビリのね配信の、あのリスナーの人から、ファンにの人によるね、こう僕とマフ君の作品のこう二次使用とか、なんか中国の絵描きさんが手書きの作品とかをこうビリビリ動画に投稿するのとかはさ、そのいいのかどうかみたいなこと、質問とかもすごい来てて、なんか僕ら的にはすごい嬉しいよね、その二次創作みたいなの。嬉しいよ、もう OK だよ、めっちゃ OK です。そうなので皆さんぜひ、全然してもらって大丈夫なので、たくさん、はい、書いてもらったりカバーしてもらったりしてくれると、楽しんでもらえると嬉しいです僕らとしては、じゃあ一緒にさ、うん、ちょっとさ数日し、たらさ、うん、まあ、数日経ったら1週間後とかさ、うんうん、見に行こうか、絵描いてもらってるかどうか。あ、確かに行っちゃうか、探してみない、いいよ、描いてくれてるかなって、うん、え、みんな絵描いたらどこにあげるんだろう、ウェイボーとかなのかな、ちょっとあんまりわかんないんだけど、でもなんか歌のカバーとかあげたらさ、あの、うん、多分ビリビリ動画とかにあげてくれるじゃん、うんうんうん、ね、なんかそういうのをちょっと見に行きたいね、確かにそれはすごい。みんななんか、ちなみに今配信聞いてくれてるみんなはこうマフマフくんのことは何で知ってくれたんですかね、知ったきっかけ、なんかそれをみんなどこからね知ってくれたのかってすごい気になる。イブくんはやっぱりあれなのかな、ん、ナンセンス文学とかさあ。いやでもね、ほんとバラバラだったよ、ね、ロフターって言われてる。バラバラ、ロフターってなんだ、ロフターって何。夢の花火、ロフター、うん、オレンジ、夢の花火、夢の花火が多い。おお、え、ロフターってなんだろう、マフ君を知ったきっかけ、ロフター、ロフター、何のことだ、ま、何のことだろう、調べてみよう、うん、ロキ、あ、なんかアプリ、うんうん、アプリなのか、 あれだよ、あの多分絵を描いたらロフターっていうのをあげるよって言って、なるほど。ちょっとあのラグで、ラグがあるね、ラグがあるね、あーなるほど。ロフターっていうのがあるんですね。うん、あーすごいすごい、マフ君を知ってくれたきっかけ、おお、いろいろあるね、いっぱいあるね、強化水月とか、うん、表面ワーイだったとか、富美男、いやすごい、やっぱめちゃめちゃ中国の皆さんにも知ってもらえてるのは嬉しいね。ね。うん。イブくん、イブくん。ん？なんとこの放送今 8.4 万人の人が見てますよ。うん、マジで？マジ？怖。8.5。え？マジ？8.8万。え？ちょっと待って、急に緊張してきた。さっきからね、一つ言っていい。やばい、10万いく、これ、いや一つ言っていい、うんうん、マフ君のね、うん、さっきから音ねたまにプツプツしてね、僕だからなんか無視しちゃってる感じになってるのよ、ごめんね。あ、その、たまにプツプツしてね、なんか聞こえないの。え、大丈夫、普段からよく無視するじゃん。いやいや、ちょっと待って、すげえやべえやつみたいになっちゃう。すごい、でもジグソーパズルから温泉にて10万いくよ、みんな見てくれ。わかんないけど。
いやじゃあちょでもね質問めっちゃ来てるの。ちょ質問読んでいい？読もう。ファンの人から質問事前にねもらったんですよ、ビリビリのね。なんか二人の性格を知りたいとか、お互いの一番印象に残ったこととかあったら教えてほしいとか。なるほどね。あと二人の共通の趣味はとか。なるほどね。ある？なんか今パッと浮かぶものとか。共通の趣味あるある。共通の趣味あれじゃない？最近だとエーペックスじゃない？エーペックスだね。うん。エーペックスレジェンズ。そう。日本ではね、エーペックスレジェンズっていうゲームがちょっと流行ってて、その FPS で銃をこう撃つんですけど、それをね、たまに一緒にやったりとかしたりとか、やってるね。ね。お互いについて一番印象に残ったこと、なんだろう。いっぱいある気がするな。お互いのなんか日常的にさ、うん、結構なんかさ、そのなんだろう、距離が近いというか、うん、いろんな意味で、うん、なんかこの間2人でご飯食べに行ったんですよ。そうだね、カニを。うんうんうん。そうだから、その時にもうなんかお互いというか、僕らってなんか、うん、マイペースなんですよね、2人とも。そうだね。そうだから、のんびりしてて、なんか別にこう無理に喋るとか、喋、うん、りたい時に喋って、うん、食べたいもの食べてダラダラみたいな、うん、そうそうそう。だからなんかこの間マフ君家でさ、うん、ゲームしてる時もさ、うん、パッてマフ君見たらマフ君寝てたもんね。うん、いやなんかさ、ゲームしたいって言うからさ、うん、分かったって言うとゲームだけセッティングしてさ、もう僕は最初から寝る気満々だったよ。最初から最後まで寝てたわ。いやそうだと思ったよ。マジですぐ寝てたから、うん、そう。まあでも結構そういう意味ではマイペースかも、お互い。僕もめっちゃマイペースだから、うんうん、マイペースだね。うん、あとは僕らの共通の趣味、共通の趣味はそうだね。他はなんかあるかな、あ、血液型は？血液型は僕は B 型です。え、 B 型なの？そうだよ。え、 AB だと思ってた。でもよく言われる AB っぽいでしょ。 AB っぽいって。そう。でも待って、ごめん、で同じこと言えるからね。 AB っぽいよ、マフ君。それはだって AB だから。え、 AB？ え、マフ君 AB 型？え、やばいやばい、プツプツしてる。やばいやばいやばい、電波ある。 AB のはず、電波ある。あー、 AB のはず、マジで。あ、いや、いいよ、帰ってきて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 、いや、もう大丈夫大丈夫大丈夫、もう大丈夫。うわ、なんかそのままじゃん。 AB のはずなんだよ。そう、うん、あ、でもイル君多分 AB だよ。なんだ決めてきた。B じゃないよ、 AB だよ、うん、あ、じゃあまあ AB かも。 AB だもん、だなんか AB な気がしてきた。喋ってる、うん、AB だよ多分。うん、でも僕ね、 AB めっちゃ好きなの。はい、あ、次行こう。いいね、なんか次行こう。雑だな。マフマフさんの得意科目は何ですか？僕の得意科目ですか？うん、うん、あれでしょ、あれでしょ、うん、あの理科の先生でしょ。え、違う、理科の先生。理科は確かに得意だった。あ、本当？あ、美術だ、ね、美術の先生でしょ。僕見たよ、それはさ。この間。え、やめなさい、やめなさい。それはあれでしょ。何？それは先生役や、うん、美術の先生の役を僕がやったっていう話でしょ。そうそうそう、あの、ね、美術僕2だったから。センスないじゃん。美術は本当にやばくて2だったの。あのうさぎの絵に鳥の足を描いた、うん、描いて怒られたことがある。いやー、でもそういうの分かるな。僕もね、本読むのがめっちゃなんか好きじゃなくて、3年間読書感想文同じ本出したの。いや
してたしてた。え、それは何、許されるのそれで。いや、あのね、なんか担任がなんかすごく、うん、あのや、まあ、優しいっていう、優しいのか分かんないけど、なんか許されてたギリギリ。あ、うん、え、でその何のあれを、うん、出したの、腹ペコアオムシとか。うん、違う。あのあのさ、昔流行ったじゃん、あの、のぶたをプロデュースって流行ったじゃん。これちょっとマニアックだけど、それを途中まで読んで、うん、でもなんかあれドラマやってたんだよ。そうだね、あ、ドラマ見ようって思ってドラマ見て感想文書いて出すっていう、本当にダメなガキでした、うん、はい、なんで許されたんだそれが。ダメなガキだった。なんちゃら文学とかいう曲作ってるぞこの子。いや、今はねあれだけど、昔はねほんと活字がね苦手だったんですよ、うん、あ、眠くなるよね。そうだから映画とかね、視覚的なものの方がすごい好きだった、うん、あ、映画よく見に行ってるもんね、うん、映画はすごい好き、うん、うん、ストックンや教科は何なの、うん、イブ君は。え、僕でもね、数学のね家庭教師してたんだよこれ、本当に。おーい、もしもーし、もしもーし。絶妙なタイミングで電波電波切れちゃうじゃん。もしもーし、はい、あー聞こえた聞こえた。配信だからでしょ今数学がって言ったの。違うよ、配信だから数学のって言ったんでしょ。違うよ、本当だよ。いや嘘つかないで言ってると。いや言ってそういうキャラ作りしなくていいって。逆に数学しかできなかったなって僕。もう古典とかやばいよ、漢文とか。マジでボロボロよ、ボロボロ。逆にそこ僕得意だったよ、古文。うん、古文漢文。本当何にもできなかったけど、うん、まあ難しいよね、うん、でもね、あれ、うん、苦手な科目なんだった。苦手な科目は、まあ、でも古文漢文。いや、古文漢文、古文漢文本当に苦手だった。あ、うん、え、何苦手だったの。僕ね、地理が苦手で。地理。あ、地理難しいね、確かに。あのビリビリの皆さん、日本って、うん、47個、州みたいなのがあるんですよ、まとまりがあるんですよ、ね、47個で日本が一つになってるんですけど、うん、あのその47個言えませんでした。あ、いやでも、え、待って、みんな言えるのそれ普通。多分言えるで。マジ当たり前だね。この話やめよう、やめようか、やめようか、次の話行こう。あ、マフマフさん、東京ドームオンラインライブ開催おめでとうございます、楽しみにしています。ありがとうございます。これはそうだね、配信でやったりもするもんね。あ、みんなも見てもらってくれ。というかさ、うん、一つ言っていい。うん、え、あのさ、本当にバカなんじゃないかなと思って、うん。本当にちょっと冷静になって考えた。バカなんじゃないかなって。え、冷静になって考えて、考えた考えた。一人でさ、一人でさ、東京ドームでライブやって、うん、配信します。配信無料でしょ、うん、無料だよね、無料、うん、え、バカなんじゃないの本当に。うん、いやもう、いやいやいや、あの、うん、いや、やるしかないでしょ、うん、もうさ、いや、ゴールデンウィークで撮れてさ、うん、ね、で、そうだね、今こんな時期やからさ、やっぱ、うんうんうん、家にいながらさ、みんなに見てほしいじゃん。そうだね、まあ移動がちょっとできなかったりするからね。ね、うん、で僕ちょっと思ったのが、うん、そのこのビリビリを今見てくれてる人たちもさ、うん、こんなに今19万人も見てくれててさ、うん、え、どこで見れるの19万ってやばくない。上に19万2000で書いてある。やば、怖くなってきたんだけど。そう、世界にはさ、僕らのことをさ見たいって思ってくれる人いっぱいいるんよ。うん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 、それはね、確かに確かに。世界
あ、やばい、マフ君またどっか行ったよ。やばいやばい、今マフ君今またどっか行ったからね。もしもーし、ちょっと今いいとこいい話してんだから。ちょっと、もしもし、いい話してるよ。聞こえる、聞こえるよ。いい話してるんだから。電波が、回線がね、皆さんちょっとたまに回線が悪くなるので、ちょっと遅れたりするから、僕とマフ君の会話も。世界には、うん、そう、大きい声張ったらちゃんと届くから、声張って。わかった、うん、世界にはたくさんリスナーさんがいるんですよ。だから僕は世界中の人にただで楽しんでほしいと思ったんですよ、無料で。だからこのビリビリを見てる人たちにも僕のライブが見れるようにしたいと思ってます、うん、あ、ビリビリの人も、ね、あ、それは今頑張って交渉中。なるほどね、うん、いや、じゃあそれも実現するといいな。いやでもね、いや今の話しちゃいけないことだった。絶対話しちゃいけないことだった今。じゃあみんな20万人のみんな、20万人の皆さん、内緒ね、内緒、内緒にしておいてね。内緒だからね、忘れたね。今みんな忘れようね。はい、忘れたね、はい、忘れたね、はい、忘れました。はっ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 て書いてるコメントで。はっ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 て書いてる。乾いた笑い。はははは。って。なんかさ、ビリビリのさコメント、やっぱ僕らもさ、あの読み取りたいから今自動翻訳でコメント見てるんだけど、自動だからちょたまにさ日本語がねこう変になるんだよね、うん、翻訳で。だからなんかたまに面白いよねこのコメント。マウスさん、もしもし、すごいことになってるね。はい、いますよ。あ、いますね。もしもーし。あ、でも大丈夫大丈夫。なんか定期的に来る、はい、この電波悪い波、うん、あ、大丈夫大丈夫。今の20万人見てるから電波頑張って。ん？頑張るわ。うっ。歌歌ってるわ。じゃあそのイブ君が喋ってる後ろでね。で、歌が途切れたらさ、うん、いないってことだよ。分かった。うん。パーポーポーパー。待って、静かにして静かにして。パーポーポー。今入ってきた人絶対やべえやつって思っちゃうから。あとね、なんか、はい、好きなおやつは何ですかとか、好きな中華料理とかあったら教えてくださいって。ああ、いいね、うん、でもね多分、あ、もうマフ君は分かんないけど、うん、あの、うん、でマフ君もかあんまりさ舌がさ超えてないじゃない、うん。ちょっと待って待って待って、だってラーメンとかしか食べてない。意義あるよ、意義ある、意義ある、意義あるよ。本当？君はそうなのかもしれないけど、いやいや、いや一緒だよ。一緒にしたいよ。一緒だよ。本当？一緒だよ。だって知ってるよ僕、イブ君。何？え、こういう話？全然いいよ。イブ君。うん。あ、電波悪くなったね。あ、これいい。ご飯食べるのめんどくさかったかし。マック、もしもし。もしもし。もしもし。今ね、ちょうどいいタイミングで電波悪くなった。ね、これ、イブ君が電波悪くするでしょ、ね、やってない。やってないよ。僕はやってない。ね、いや、何。イブ君さ、昔さ、うん、ご飯食べるのめんどくさかったかなんか知らないけどさ、うんうんうん、ご飯にずっとポン酢かけて食べて倒れたでしょ。そうだよ。そうだよ。あ、でもこの話はしたことある。そう、お金もなくて、お金もなかった時だけど、うん、あるある。あのご飯にポン酢かけて、うん、もうずっと食べてた。めっちゃ美味しかった。うん、しゃぶっ倒れたんだけど、なんかね、基本なんかだから同じものを、美味しい、同じものを食べ続けたくなっちゃうタイプだから、結構偏食なんですよね。なんか出てきた、7つのリスト、おめでとうございます。なんだろうこれ、7つのリスト。うん、なんかビリビリのナンバー7って言われてる。ほう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 。なんだ、わかんない。なんだろうな、なんだ、よくわかんないけど、ありがとうございます。うん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 、うん、あとはね、中国語で挨拶してほしい。中国語でウォーアイニーを言ってほしい。ウォーアイニー、うん、
ウォーアイニーなんだっけ、大好きです、ウォーアイニー、ウォーアイニーあとウォーアイニー、中国語の早口言葉にチャレンジしてほしい。あ、やってみよう。うん、このここにね書いてるあれなんだけど、風シャン、風シャン、ジュタン、風シ、え、風シャン、ジュタン、シャンター、ターファータン、サータンタンター、かわいいね、かわいいね。うん、これ3回言って。わかった、うん僕が、うん、電波途切れないかな、途切れない、絶対途切れない、大丈夫。うまく言えた時に途切れたっていうのやめてね。あ、いや、わかったわかった、いくよ。うん、フーシャンジュタンシャンタタファンタンサータンタンタ、フーシャンジュタンシャンタタファンタンサータンタンタ、フーシャンジュタンシャンタタファンタンサータンタンタ。おお、すごい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 、どう、途切れなかった、もっと早く、あ、もっと早く言える、もっと早く言って。いや、ちょっとちょ、イブくんじゃ今のスピードアップして言ってよ。いいよいいよ、スピードアップして言うよ、いくよ、どうぞ、うん、フーシャンジュタンシャンタタファタンサータンタンタ、あー、だった、フーシャンジュタンシャンタタファンサンタンサータンタンタ、フーシャンジュタンシャンタタファンタンサンタンタンタ。ダメだわダメだわ。えでもさ、その下にさ、入れてないやん、マフマフさんの歌詞のさ、うん、あの、うん、これは、うん、歌詞にこれがあるの、これはね、マンジュシャゲって曲にあって、はい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 、パン、欢迎来到桃源乡。すげえ。てかなんかちょっとネイティブっぽいく聞こえるね。すごいね。欢迎来到桃源乡。欢迎来到桃源乡かな。これ皆さんわかりました？みんなわかるか。あ、すごい。すごい言えてるって。理解できないって書いてある。理解できない、理解できないって感じだ。すごい辛辣なコメント。へえ、わかるって言ってる。桃源郷へようこそってすごい言われてる。あ、そういう意味なの、うん、そう、僕がその、うんうん、そう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 、桃源郷へようこそって意味。へえ、なるほどね。方々。おい。もしもし？ああ、聞こえたよ。なんかたまにね。あ、聞こえたよ。そう。定期的に来るね。あとは、来るね。うん。中国語の曲のカバーを聞きたいっていうふうに来たりしてる。中国語の曲のカバーしたことある？いや、ないね。僕もね、ないんだけど。うん、なんかめっちゃ難しそうだよね、中国語で。難しいんじゃないかな。だってね、うん、でもまあ日本語もさ、うん、中国語もどっちもこう難しい言葉じゃん。あ、なんか日本語もねすごい難しいってよく言うよね。うん。だってさ、頑張ったらさ、うん、うん、いやだって日本人はわかるけどさ、すみませんとかもう意味めちゃめちゃあるじゃん。使い方とかやっぱ難しいよね。ありがとう日本語も、ありがとうもそう、ありがとうございますのすみませんもあるし、あるあるある、ね、だから中国語もそうだけど日本語もね難しいと思うんですけど、結構さ、今ビリビリで配信聞いてくれてるリスナーの方、うん、結構日本語が理解できたりなんかすごいこう反応返してくれたり、こっちはさ日本語で喋ってるのにね、すごいしてくれるから、うん、なんかすごいなって思って。すごいよね、うん、なんか前も聞いたかな、その時なんかこう、うん、アニメとか見たりとか、日本のアニメとかね、うん、あとボカロとか好きで、うん、そっから覚えたみたいな人もいて、うん、なんかそういう好きなものから言語も覚えれるってすごいなってちょっと思った。あもうあれなのか、うん、そういうのを聞いて、うん、こう日本を覚えようって勉強してくれてるってこと？そうじゃない、本当にみんなすごい、すごすぎない？そう本当にすごい、なんかさ頭いいんだろうな。いや頭めっちゃいい、
もう僕、ね、日にならんぐらいいい。そうとか言って今そうとか言って。いや、うん、今そうって言ったから、ね。ユウくんは頭良さそうだけどね。良さそうね。良さそうだよね。わかる。そう、あと、ね、これやっぱ来てたのは、うん、そのコロナがね落ち着いたら中国でライブをやる予定はありますかっていうの来たりしてたんだけど、そもそもさ、どうなんすか、マフ君、うん、中国でライブやったことある？僕はね上海でイベントみたいなので行ったことあるんだけど。あ、そうなのか。そうそう、あ、行ったことない。なんかね、うん、ま、実は実はの話なんだけど、うんうん、ま、今回さちょっとさこういう感じになっちゃってさ、うん、ま、コロナでさそう、うん、ライブできなくなっちゃったじゃん、旅行とかもできなくなっちゃった、うんうんうん、そうだね。え、なんかもともと本当は、うん、中国でライブする予定だったの。え、実際マス君が中国行って、そう、世界でライブする予定で、うん、その何カ国かやろうと思ってて、うん、そのやるって話をしてたら、うん、こんななっちゃったから一旦その中止にしたの。あ、ってことは行こうとしてたんだ。そう、収まったら行きます。みんな聞いた？今現地取ったからね、今ここで現地取ったから。収まったら行くよ。すごい、なんかみんな、なんか自分の住んでる場所かな、これわかんないけど土地の名前すごいね、うん、すごい書いてるけど。まあ ね、中国すごい、中国って言ってもすごい広いからね、あれだけど、いや、中国行きたいね。なんかこんなに聞いてくれる人がたくさんいるとちょっとびっくり。なんか僕もさ、もう定期的に配信、これ月1で始めて3回目なんだけど、なんかねすごい熱気が、なんか昔のニコニコ動画をすごいよね、の時のこうコメントの流れとか、その横から流れてくるのとかってさ、うん、近いものあるじゃん。なんかそう、うんうん、すごいなんか熱気がすごくて盛り上がってるね。盛り上がってるこれ。さすがだね。そう、しかもね、マフ君あれなの、結構ビリビリ動画、なんだろう、 VTuber さんとか、その2D が動いたり、その VTuber さんみたいなのすごいなんか人気で、マフ君も、うん、動くじゃない？動く。そう、ちょっと今日用意できなかったんだけどね、マフ君も動くから、いつか動くマフ君のあれをも見せたいなって思ってたんだけど。よし、じゃあ、うん、僕、うん、今すぐは難しいけど、うん、来月か再来月か、うん、その近い未来、うん、近い未来に、うんうん、2D で配信します。おお、マフ君も、うん、いや、それはね、やってほしい。やっぱね、ああ、じゃあイブ君呼ぶか、そこに。あ、行くよ。そう、え、なんか来る来る、行く行く。あ、じゃあ来てよ。いや、やっぱね、これで一人またビリビリ動画の沼にはめました、うん、皆さん、皆さん褒めてください。はい、これでマフマフ君も、イブ君が連れてきた、マフマフ君もビリビリ動画で定期的に配信をします。あ、定期的ではない、じゃない、定期的にはちょっと忙しいからね。そうそう、不定期でやり、うん、でもやるやる、不定期不定期、不定期でやる、うん、あ、そう、現地取りましたんで、皆さん、あ、じゃあ遊びに行くわ、はい、中国語を毎回覚えていくよ。そう、中国語ね、覚えたいよね、わかるね、覚えたいね。そうそうなんですよ。でもすごいすごいってめっちゃ来てる。イブくんさ、うん、なんか旅行とかって行けるタイプ？あ、全然行けるタイプだよ。あ、じゃあさ、なんか、うん、世界が落ち着いて、うん、でさ、平和になったら、うん、まあその大丈夫になったらさ、うん、一緒にさ、
行こうぜ中国旅行。あーいいね、中国旅行行こう。行こう。なんかさ、うん、なんか今もうあれなんでしょ、すごい中国なんかすごい未来都市みたいになってるって聞いたんだけど。未来都市って何？足に未来都市って浮かぶやつとか。あってほしい。あってほしいね、空飛びたいわ。空飛びて飛びて、うん、いやちょっと中国旅行行ってみたいね。確かにめっちゃ広いしね。行ってみた。そう、うん、そうめっちゃ広いからさ、いろんなとこ行けるよ、うん、1ヶ月ぐらい。 いろんなとこ1ヶ月行こう。じゃあ1ヶ月行こうか。1ヶ月行こう。うん、すごいな。もう1人ぐらい誰か連れてく。あー確かに、うん、1ヶ月暇そうな人。1ヶ月暇そうな人なんか全然いそう。全然いそう。そんなことない、全然いそうじゃない。でも1ヶ月暇だろって。なんだかんだ、なんだかんだ、いけそうだ、いけそうだよね、うん、やることがとかね言ってるけど、みんな暇だよね。みんなねやることそんなないんだから別に、うん、ね。いやーすごいな。ちょっとぜひその時はね、うん、皆さんになんかおすすめのお店とかご飯とか頼るかもしれませんが、行きたいですねそれは。行きましょう、うん、いっぱい聞いてね、その、うん、向こうに行って、うん、その中国の、ま、ホテルとかで、うん、このビリビリ動画で生放送して、うん、次どこ行こうかなって話をみんなと話して。それいい。そう、うん、コメントにあったここ行こっかみたいな、で一緒に行くみたいな、うん、それはやりたい。確かにね、うん、めちゃめちゃ面白そう。いやーちょっとその時はぜひ皆さんにも力を借りると思いますが、よろしくお願いします、はい、あすごいコメントでソラルさん、やっぱ今 BGM でソラルさんがかかってるの。アフターザレインかな。あ、ほんと？そうそうそう。あ、ありがとう。みんなわかってる、すごい。もう45分か、うん、早次さ、また第4回目4月もね配信しようと思ってるんだけど、ゲストをね誰か呼ぼうって思ってるの。でももう僕のねひねってひねってひねり出したゲストもう来てもらっちゃったからさ。だから誰かいないかな。マフ君あれ電波消えてる？もしもーし、もしもし、電波、もしもーし。電波消えちゃった。みんな、まふまふくんの電波が、電波の灯火が消えてしまった。あれ本当に帰ってこない。え、本当に帰ってくる。待って。ちょっと待って。これは帰ってこないぞ。あ、これやばいな。これ次のあのゲストをマフ君に頼ろうと思ったのに。しかも喋ってるよって言ってくれてるんだけど、多分僕の回線がねちょっとね良くないのかもしれない。あーなんでだろう、放送事故。あ、携帯電話で入ってくれるって。ちょっとじゃあちょっとそれを期待して。今からまふまふくんが携帯電話で入ってきます。ちょっと待ってね、ちょうど曲終わっちゃった。すごい、25万人も。あ、来た。もしもし。
なぜかね、なぜか聞こえ、あ、いや聞こえた、ん、もしもし、もしもし、あ、聞こえた聞こえた聞こえた、入った入った、聞こえた、うん、聞こえた、これ視聴者の皆さん聞こえてますか、帰ってきた、携帯電話で入った、あ、めちゃめちゃいい、めちゃめちゃいい、 あ、聞こえたって、オッケーオッケーオッケー、よかったよかったよかった、え、あのさっき話、僕の声聞こえてた、もしもし何も聞こえない、あ、聞こえた、聞こえなかったよ、聞こえる聞こえる、今聞こえる、聞こえてる聞こえてる、やばいやばい、なんか僕ら聞こえるか聞こえないかの確認の試合しかしてないやばいやばい、いやね、いやもうすぐね終わっちゃうから、あの次のね、うん、4月のゲストをね、うん、あのもう僕のひねり出した友達はもうすべて使っちゃったからさ、カード誰かいないかなと思ってマフクに相談しようと思ったんだよね。イル君の友達デッキ2枚だったのか、うん、そう、僕の友達デッキ2枚だったんだよね、ちょっと少なかった、まあ、その2枚目に選んでくれて嬉しいけどね、うん、そう、ちょっとね、ないんだよね、ちょっと、ちなみに、ちなみに今1回、うん、そのビリビリ聞いてる皆さんにちょっと募ってみていいですか、いいね、なんか誰かじゃあゲストに呼んでほしい人いたらコメントに今書いて ください、天月さん、リブさん、ソラルさん、イスボクロさん、ナルセさん、浦田さん、坂田さん、ウォルピスさん、ルスさん、黒猫さん、どうですか、もしもし、なるほどあ、聞こえた、そうね、あ、聞こえてるよ、うん、あ、聞こえてる、そうだな、うん、ポイントなんだけど、うん、その後、うん、その人がゲストを呼んでくれるんだよね、またそうだね、じゃあなんか人脈の広そうな、うん、まあ天月くんとか、うん、ソラルさんとか、うん、そのあたりがいいんじゃないかな、 OK です、じゃあ皆さん次のゲストは高田とか天月、はい、おわソラル、おわ坂田、もしくはその3人同時かもしれません、ほんまか、わかんない、ほんまか、確認したか、大丈夫か、わかんない、ちょっとあの確認してみます、はい、なので、まあ、多分いいって言ってくれると思う、うん、ね、なのでちょっと来月、うん、楽しみにしててもらえると嬉しいなと思います、はい、思います、そしてちょっと一点だけお知らせ僕のお知らせになっちゃうのですが、うん、これ段、これ配信画面に映ってるのかな、はい、ですね、中国の皆さん、私イブがですね、ドーウィンを始めました、ぜひぜひ、ドーウィンっていう、なんつったらいいんだろうな、まあ音楽とか上げたりとか、うん、こうできるアプリなのかな、うん、そう、ドーウィンっていう中国の、多分ビリビリとか今聞いてる人はみんな知ってるのかな、チクタクチクタク TikTok みたいな感じなのかな、うん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 、そう、ドーウィンを入れたのでぜひフォローしていただけると嬉しいなと思います、はい、お願いします、お願いします、お願いします、フォローありがとうございます、そしてお別れの時間がだんだん近づいてきたのですが、マフ君はさ、中国のファンの方々とかと交流とかは今まではあった？今まではね、その、うん、ウェイボーとか、うん、まあ、ビリビリ動画にアカウントを持ってて、うんうん、なんかそこに上げ、なんか動画上げたりさ、うんうん、なんかつぶやいたりするっていうくらいだったから、あ、そうなんだ、
そう、そのあんまりその放送とかはしたことなかったし、あうんうんうん、そうだからなんかね、うん、すごい僕もでもまだ言ってすごいなんか先輩面みたいな顔してるけど3回目だからそう、まだまだ3回目だからだ、そうまだまだなんだよ月1でしょ月1、そうめちゃめちゃスローだよね月1っていうの僕が月2でやったらもう3ヶ月ぐらいで先輩になる僕がそうです1日6回やったらもう終わるからもう1日4回やったらもう越しちゃうから、うん、はい、なのでね、まあなんか今日こうやって配信とか見てくれたらわかると思うけど、めちゃくちゃやっぱたくさんの人がこう見てきてくれたりしてるから、うん、ぜひなんか一緒に知っていきましょう。ちょっと僕もね知らないことばっかりだから、ちょっと一人じゃ怖いからさそうやるか、やりましょう。うん、いやでもこんなね知ってくれてる人がいると、次のゲストも僕だな、うん、確かにもうソラマフとかで来る次のゲストも次の もう全部マフ君、次のゲストも僕でいいんじゃないかな。うん、そうだね、 OK 分かった、うん、全部僕でいいんじゃない、うん、じゃあ、うん、どうなるか分かんないです皆さん来月、うん、そこも楽しみにしといてもらえると、はい、一生懸命働きますだってはい、というわけでね皆さん本当に今日はありがとうございました。またマフ君と、配信したりとか、あとはねマフ君自身がライブ 2D でいつか配信するかもしれないので、その時は、まあ、ちょっと僕もね遊びに行くかもしれないんですけど、はい、ぜひ見に来てみてください、はい、あとねぜひ二次創作とかも僕もマフ君も全然 OK なので、気になさらずカバーしたり書いたり、してもらえたら嬉しいなと思います。はい、思います。はい、マフ君もなんかある？ううん、大丈夫で、今日は呼んでくれた今日はありがとう、うん、うん、ありがとうね、うん、めちゃめちゃねプツプツしててねもう何言ってるか分かんない、宇宙人みたいになってるけど、なんでだ今日はプツプツの宇宙人マフマフくん、ちょっと今日は宇宙人だったんだけどマフくんもね、はい、次はちゃんとしたちゃんとして連れてくるので、ちょっとごめんねビリビリの皆さん、はい、はい、ちょっと今日プツプツでした、プツプツというわけで最後はマフくんのマンジュシャゲ、この曲で最後終わろうと思うので、はい、皆さんまた4月もぜひぜひ、配信遊びに来てください、はい、というわけで、マークほんとありがとうね、ちょっとプツプツなっちゃいましたが、うん、あもう今もプツプツなってるわ本当申し訳ない、うん、じゃあ多分大声張ったらね届くと思うんだけどね、ごめんね、うん、声が小さいから、うん、ごめんよ、うん、はい、というわけで皆さん本当にありがとうございました、また来月、はい、お疲れ様でした、えい、バイバイ、バイバイ、イブくんごめんよ、ごめんよ、いいのよ、はい、まだ配信終わってないよ終わってないんか全然いいのよ、はい、バイバイ、バイバイ。配信は終わったんか、あれ知らずに絢爛に桃の甲に当てられ
Thank you.